どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。突然ですが皆さんはこのクエストご存知でしょうか。新大陸のカリウドたちを、マスターランク200になると解放されるクエストでございまして、この新大陸のカリウドたちのモンスター歴戦のテオ、ナナ、イベルカーナ、そしてことごとくを滅ぼすネルギガンテ、このモンスターたち全てを討伐しなければならないという非常に鬼畜なクエストとなっております。このクエストにですね、今回スラッシュアックス4人部隊挑んでまいりましたので、そちらの様子をご覧いただければなと思います。ちなみに装備は全く全員同じ装備となっておりまして、こちらです。整備5を採用したスラッシュアックス4人部隊、整備5というスキル、7テスカトリの防具を3箇所採用することによって整備が5まで解放されますよと。再使用の装備の短縮時間が 50% 短縮されますよと。これによってこの大連続狩猟を優位に進めていきたいなと、そういった狙いで今回の装備組んでおります。他のスキルはこんな感じになってまして、弱点特攻傷ありの状態で回心率を 100% に持っていけるようにしておりますね。そして強化持続によって覚醒状態、スラッシュアックスの強化状態の時間を2倍まで延長していると、そういった形になっております。そして採用しているスラッシュアックスはスラッシュアックス界最強と名高い光線の金剣譜、金レイヤーのスラッシュアックスとなっております。毒属性です。カスタム評価は回心率強化、回復能力付与にしておりまして、装飾品はこんな感じになっております。それでは早速スラッシュアックスガチ勢4人による狩猟映像をご覧ください。さあ、金レイヤースラッシュアックス4人の実力を皆さんにお見舞いしていきましょう。まずは壁際にテオテスカトルをおびき出しましょう。そして壁際におびき出して寄ってきたところを不動の装備を着ている人間が張り付いて、ここの方向はフレーム回避しましょうね、できるんだったら。そして顔に、はい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 からの、はい、ズガン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  L2張り付いて、で顔をあーと、これは厳しい、ここまではいけない。こういう場合はしょうがないんで不動の装備を着ましてですね、で顔に張り付くと、そして顔に張り付いて傷をしっかりとまずはつける。さあ、傷をつけた、お前の命はもうここまでだ、あとは俺は張り付いてひたすらにこれをやって、あ、ナイスナイス、ひたすらに張り付いて張り付いてこれをやっていくだけ、簡単なお仕事だ。これがパンパンマン4人部隊、パンパンマンはワンパンはできないがパンパンはできる。さあ行け、顔に張り付いて、よいしょ、右から左から、右サイドから左サイドからひたすらに突き刺してパンパンされる気持ちはどうだ、気持ちいいか、レオテスカトロさんよ。さあ行け、もう一丁、この毒のダメージもバカになりません、この毒のダメージもなかなかに強いですよね。さあ、ひたすらにパンパンをしております。もうプレイングスキルは特に関係ありません、ひたすらに張り付いてパンパンするだけ。スラッシュアックスって難しいんでしょと思うの皆さん、簡単なんですよ。さあ、頭ダウンが取っていく、さあ埋まってしまった、逆サイドはどういう張り付き方、さあこれ下からの、下からのパンパン、下からパンパン、下ネタではありません。さあ、ここで頭に張り付いて、もう一丁いきましょう。さあ、いいダメージが出ております。さあ、このパンパンで、そろそろもう終わりましたか、早いですね、もう終わりましたか、落としましょう。それではさあ、落ちてこい、残念でしたね、テオテスカトロさん、あなたの命はここで頂戴する。これがスーパーマヒスラッシュアックス、マヒじゃねえや、金色のスラッシュアックス部隊の実力だ。天身の装備はこう温存でいいだろう。もう、あー痛い、あー、これは厳しいですね、やっぱり来ますね、これやっぱり着る模様です、やっぱり来ます、これはやっぱり来ます、厳しいです、難易度結局厳しいです。ただ整備後で結局帰ってきますから、さあもう一回先行弾で落として、さあ覚醒状態に持ってきますよ、はい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 、オッケー、はい、オッケー、弱いですねこの猫は。さあ、お次は奥様の方ですね、奥様の方、まだ3分ほどしか経っておりません、非常に強力ですこの武器、奥様の方を縛いてまいりましょう。さあ、7テスカトリさんはですね、斬撃の肉質が本当にゴミです、全く斬撃が通りません。さあ、どうなるんでしょうか、私も楽しみではございますが、
さあ七手塚取さん、まずは壁際に来ていただきましょうか。七手塚取さん、先ほどねご主人はあのように葬って差し上げましたので、あなたももうすぐねご主人の元に送って差し上げますよ。私の名前は送り人、この世の主悪を闇に送り物さあ行け。ここで L2 ナイス。そしてしっかりと傷をつけられない。ここまでなかなか傷つけられないな、なかなかやるな。先ほどの、あ痛いな、きついきついな。先ほどの対戦でギリギリ天身の層を着てしまったことがあだなっている。まだ不動の総意と天使の総意は帰ってこないが、そろそろ帰ってくる。これが整備後の力、そろそろ帰ってくるぞ。そろそろ帰ってくるまでオノモードで頑張る。剣モードだけじゃないんだよスラッシュアックスは、オノモードでもいける。さあ天使の総意が帰ってきた、しっかりと来て、さあお前の命はもうここまでだ。貼り付けない、貼り付いたけど貼り付けない問題がまた発生してるぞ。カッポーさん二人同時に貼り付かせてくれ、頼む。これはマジで頼む、一生お願い、一生お願い。今一回使うけど一生お願いを頼むから貼り付かしてくれ。さあなんか戻ってきたぞ、あいつは。なんだそんなに殺されたいか、ならば送って差し上げよう、ご主人の元にな。全然頭に貼り付けない、いけくらえ。おら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 ストップラチナ。さあここではもう一回いけるな、よしいいぞ。これねパンパンしてる状態の時に張り付くと大丈夫です。パンパンしてる状態の時はなんか張り付きっていうなんかそのクラッチクローの判定がないんで、パンパンしてる時が来たら大丈夫。さあそろそろ総意が切れたか、不動の総意は帰ってきている。お前の命はもうここまでなんだよ。さあ不動の総意を切るぞ。そして張り付いてそのパンパンしてる時であれば落とされない、これは最近した、これはスラッシュアックスを使いまくって俺も最近したこと。はっすっまずは覚醒をさせよう。クソ当たんねえ。起点連撃が一番溜まりやすいのでね、起点連撃で溜めるようにしましょう皆さんもね。はい、これでそろそろ溜まれ。クソなかなか動くじゃないか、なかなか手こずらせやがって。そしてこの足とか尻尾は全くダメージが取らんからな。さあ行け、張り付いて、よし逃がさない、絶対に逃がす、逃がすな、やつを逃がす、やつを許すな、お前の罪を数える。さあ頭に張り付いて、これは佐藤の分、これは小林の分、これは鈴木の分。はあ雑魚か、これで残りはあと2体だな。次はイベルカーナか、最弱交流じゃないか、片付けてやろう。そしてイベルカーナは攻撃を一つ抜いて、あの支柱に勝つを一つだけ入れております。ちょっとだけ違いますがほぼ同じです、スキル的には。さあ行きましょう、まずは吹っ飛ばしてくれ、ナイス吹っ飛ばしだ。残念だったな、まだ BGM も鳴ってないし寂しいぜ。これはアイスボンあるあるらしいぞ、全く緊迫感が出ない、 BGM が鳴らないっていうやつだ。さあ L2 を押して張り付いて、まずは羽に傷をつけていく。さあ羽がボロボロだ、お前の心も今からズタボロにしてやるからな。おぶっ飛ばしのプロがいるな、ぶっ飛ばしのプロがいるぞ。さあさあお前の命はもうここまでだ、あとはこのパンパンマンたちに任せろ、気持ちよくあの世へ行かしてるからな。おらい、オッケー、もう一回、もう一回もう一回もう一回、このねキャンセル解放をしっかりとうまく使っていくことによってかなりね DPS が上がるのでね。さあイベルカーナはこの串刺しにしてくるんで、この尻尾でもう尻尾を注意しておきたい、尻尾はしっかりと注意しておきたいが、おらえおら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 、あ天身切れた、厳しいぞ、まずい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 ぞ、まずいぞ、これはまずい、天身が切るのはまずい、あ厳しい、よー危ない、天身が切ると危ないが、ここはもうご了承、回復薬は攻撃だ、攻撃が回復薬、この程度の一文字となれば簡単に全回復できる、これがスラッシュアックスのパワー。さあそろそろ弱まったんじゃないか、まだか、なかなか粘るじゃないか、総意は帰ってきていないが、ひたすらに俺はゴリ押すのみ。おら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 、先行弾先行弾、ナイスナイス先行弾、総意を脱ぐのを忘れてるな。そして俺はこれは厳しいぞ、この総意の脱ぐのを忘れているこのミスが後で響いてくるんじゃないか、大丈夫か、ナイスー、ナイスー、あとは
熱唱お化けことことごとくを滅ぼすネルギガンテか。イベルカーナは1分だったな。あいつは体力が低すぎるんじゃないか。さあ、そしてやっと来た玉ねぎさん。玉ねぎさんよ、そろそろ終わりにしようじゃないか。楽にしてやろうじゃないか。さあ、まずは総意が、不動の総意が返ってきていると。おい、半分か。ナイス、吹っ飛ばし。さあ、まずはしか、ちょっと遠いな。これは間に合うか。三角丸、もう一回丸、三角と丸同時押しで、無理、間に合わない。待って、覚醒はした。 OK、 覚醒はした。 OK、 危ない。この剣モードの時の機動力のなさ見てくれ。こんなに機動力のない武器あるか。こんなに機動力のない武器ないな。いけ、そんなダメージは無効だ。くらえ。大丈夫か、お前。紫色のゲロが口から出てるぞ。体調悪いのか。大丈夫、風邪か。風か、おい。はい、さあ行け。おれ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 おこれまずいんじゃないか、これまずいんじゃないか。あー、やっぱりね、だと思った。これはアステラジャーキーを飲んで、いって、いった、いった。厳しい厳しい厳しい。調子に乗ってると死ぬぞ。調子に乗ってるとやられる。危ない、うわー、危ない。こいつのこのトゲめちゃくちゃめんどくさいんですよね。ことごとくを滅ぼすネルギーガンテのこのトゲさえなければいけるんですけど、すごい削られた。めちゃくちゃ強いな。アステラジャーキー何個くんだ俺。よかった、このアステラジャーキーっていうの持ってきといて、で日焼けも一応飲んどいて。あー、すごいダメージの頭に張り付いて。いけ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 、もうめんどくせえな。くたまりやがれ。おら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 、またかよ。どんだけこいつ列車にしてくんだ。アステラジャーキーなくなんだこっちは。この列車お化けがこんなにジャーキー食いたくねえんだ。犬じゃねえんだよこっちは。いて、くっそ、こいつ強いな。なんかおらおらおらで、傷をつけて。オッケー、グルリン、はいはいはい。あ、当たんない。当たれ、当たんない。当たんないのきつい。はい、お、ナイス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 。で、グルンからグルンからのグルンからの、はい、あ、通じた。きつい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 、厳しい厳しい。頼む、覚醒してくれ。まだか、うるせえ。アステラジャーキーか、アステラジャーキーおかわりか、違うか。よし、いけー、スッスッ。よし、もう一回、オッケー、いけ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 、ゴー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 。あ、やべ、停止なくなった、きつい。あ、でもし、いけ、くたばれー。貴様の逃げ場はないんだよ、もう。おらー、くたばれー。いけ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 、ゴリ寄せ。おらーって、パン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 、オッケー、ナイス。ということでクリアタイムは16分8秒。どうでしたか皆さん、新大陸の狩人たちを16分8秒で沈めるスラッシュアックス部隊、強いと言っていいと思います、この武器は。はい、というわけで気に入ったらですね、ぜひね、皆さんも試してみていただければと思います。大連続資料とか牽制能力はかなり、この整備後のスラッシュアックスかなり高いので、ぜひね、皆さんもパンパンマンによるヒーロー活動始めましょう。というわけで最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。また次のパンパンマンにてお会いしましょう。それではバイバイ。